海に来ました。何をやるかというと、流木を探しに来ました。流木を何に使うかというと、それは後ほどのお楽しみ。なんかいっぱいありますね。これなんかいいですね。非常に形はいいかな。非常に狭いですね。何をするかというと、まずはひたすらヤスリで一つ一つこう磨いていきます。散々磨いたのがどうなったかというと、まあ、この扉も自分で作ったんですけども、一応これ取っ手ですね。まだ完璧には出来上がってないですけど、まあ、流木を使ってこんな取っ手もできる。なかなかおしゃれですね。